この度は本当に申し訳ございませんでした。はい、ということで皆さんお久しぶりです。なんかライフガードの挨拶みたいだな。ということで今回はですね、マジでちょっとね、2日ぐらい、丸2日空いたのかな、動画投稿空いてしまって本当に申し訳ございません。マジでごめんなさい。いやー、結構ね、珍しいと思うんで、僕のチャンネルほぼほぼ毎日投稿してきたんで、まあ、2日間も1日はたまにあるけど、2日間まるまるあげないってね、割と珍しいんですけど、とりあえず初動を抜けてから話していきたいと思います。OK! 初動抜けました。ということで今回ですね、まあなんで動画あげれなかったかというと、まあ単純にマジで忙しかったっていうのが正直な理由です。はい、別になんか全然ね、重い理由とかじゃないんですけど、割とね、ここ最近マジで忙しくて、っていうのも、まあ今までは僕結構ね、家でずっとひたすらフォートナイトと YouTube の動画を上げたりとかっていう毎日をね、過ごしてきたんですけど、このね、11月12月ぐらいめちゃくちゃ外出るんだよね。仕事でなんかお仕事、案件の仕事だったり、それこそ今やってるプロゲーミングチーム、ライブリッジのプロゲーミングチームの撮影だったり、レッドブルの撮影とかもやったかな、レッドブルのチャンネルに上がってると思うんですけどの撮影とか、マジでいろんな撮影で外でほぼなんか1週間毎日メイクしてる人とか、その撮影の時とかはメイク、ヘアセットとかしてもらうんだけど、そういうのが毎日続くぐらいなっていうのもね、めちゃくちゃ珍しくて、そういう感じで忙しくて、ちょうどねこの数日間はまあ関西の方にいまして、でそういうなんか関西でのお仕事があって、ちょっとねそっからまあ本当はね、僕がそれももともと知ってたんで、動画予約もうストックみたいな感じで撮っといて、僕が撮影できない時に用意できるしとくべきだったんですけど、まあ本当にまあ今回のごめんなさいの理由なんですけど、僕の準備不足ということでね、動画投稿が2日間も空いてしまいました。本当に申し訳ないです。でちなみにまあ正直なとこ言うと、そのまま朝の動画、今日土曜日だと思うんだけど、土曜日の朝の動画も実はまだ用意できてなくて、ちょっとねこれを動画にさせていただきます。はい、マジで3日丸々開けるわけにいかないからね、ちょっとね現状報告的で、たまにはいいよねこういう動画も。はい、まあ、そこまで長い動画にはならないと思うんだけど、あ、そういえばアップデートでさ、あれだよね、ウィンター、なんだっけ、アイスグラップラーの動画上げたと思うんだけど、その1日後ぐらいにアイスグラップラーが消えて、普通のグラップラーになったらしいですね。なんか、めっちゃ早かった、アイスグラップラー消えるの。で、消えた理由が足が速くなるバグみたいなのがあったらしくて、氷状態の時に。それで、なんかちょっと、そのバグを修正するために、1日でも普通のグラップラーに戻ったらしい。しかも普通のグラップラーは回数10回とからしい。大変ですね、エピック。マジでここね、数日間はフォートナイトができてないから、ほんと下手になってんだよね。で今日ね、今日この動画上がってる日に、僕リグナイトの大会もありまして、ウィッキシー君とLB 君と出るんですけど、やばい、本当にマジでここ最近本当に忙しいで、大会がもうなんか昼から夕方ぐらいまでだからね、またそこで撮影できないじゃんみたいな。ちょっとスケジュールがパンパンなんですよね今で。だから今週は関西に2日間、まあ3日間ぐらいいて、そっから3日間関西にいるじゃん、お仕事毎日してるの、お仕事ね、3日間毎日してて関西で、で多分ね、 IC グラップラーの動画は関西のホテルから撮ってたと思うんだけど、そうで、そっから関西に帰ってくる日に、そのまま夕方ね、 YouTube ゲーミングの忘年会みたいなのがあって、そこでねいろんな方にちょっと出会えたんですけど、 YouTube さんから招待していただいて、まあ、忘年会みたいなのがあったんだよね。それに行って、でそれもまた夜までじゃん。で今日はちょっとね、別のお仕事で丸一日外にいてっていう感じでね、本当に忙しかったです、マジで。もうなんかあんまりさ、こうやって忙しいって言いたくないんだけど、なんか自分でもびっくりしてる。いや、すごくね、いいことというか、僕としてはありがたいことなんですけど、すごく、しかも楽しいんだよね。去年とかさ、割とずっと家にいたんだよ、この時期って。冬休みとかの時って、家にいてずっと動画上げてたと思うんだけど、なんかね、今年は新しい出会いというか、なんかね、もう本当にいろんな人に出会ってて、やばいぞ、本当に。どうなってんだ、今、リアンの人生は。本当にこの2ヶ月ぐらいがピークな気がするわ。もう、フォートナイトができてないから下手になってて、やだ。もっと大谷レゴも、そうレゴのこと忘れてたわ。結構ねレゴパート4ぐらいまで順調に上げてたんですけど、そっから今ねちょっと途絶えちゃってまして、皆さんちょっと期待してた方は申し訳ない。本当にできれば来週中のどこかで、冬休みの時とかはもうガンガン上げていきたいと思うので、まあ、できるだけなる早ね、なる早でちょっとそこも撮影しますね。忘れてるわけじゃないし、まだまだレゴもね、なんか飛行機を作ったりとかいろいろ考えてるんだけど、やんないとな、マジでたるんでますね僕。
ちょっともうちょっと頑張りますっていうのもちょっと言いたくて、そこら辺かな。最近皆さんはどうですか？楽しんでますか？もうちょっとでみんな冬休みだもんね。12月20、もう今今週ぐらいからじゃない？冬休み、やばやばいやばいやばい、外出てる場合じゃねえな俺。もっと頑張んねえとな。いやーレゴもやらんとな。みんなレゴやってるよね。そうコメント欄とかでそのコメント僕全部見てるんで、レゴパートまだかなみたいな、ちょっと前まで来てたので、ここ数日のまあこの1週間ぐらいの動画では来なくなって、それがあもう諦められてんだな俺みたいなやべマジでそろそろあげないとってなってる。見ましたということで、おかえりなさい皆さん。夢からあ何々してたっけな、先ほど12月もう終わり、もうクリスマスやん。てかもうクリスマスやで。みんなサンタさんに何お願いしたん？っていう間だなマジで。今回クリスマス動画何も撮ってねえなやべえよー。そうもうマジで忙しすぎてさ、あっという間すぎてもうクリスマスなんだけど、クリスマス何しようかな。メダリオンといえば弱体化したね。そうだそうだ、それも動画あげようと思ってたんだけど結局動画あげれんかったんや。メダリオン弱体化しましたね。全部持たないと200まで回復しないんでしょ。あと走り方が速くなったんだこの前のアップデート。でもあんま変わんないよね。どう見んの？あんまり違いを感じてないかも。やめてやめてやめて。やばい。オッケー、やっと倒した。あー強かった。このインベントリーの表記、あインベントリーの表記も変わってんね。なんかかっこよくなってんな。メダリオンめっちゃなんかかっこよくなってない？いいねこのアップデート。初めて気づくっていう、1週間ぐらい前のアップデートなんだけどね。さすがにねごめんなさいしてるからこの試合勝つよ。おかビクロイを届けて久々にみんなにね。前回の動画がひどすぎたんだよなマジで。まホテルでね、ホテルで割と寝不足状態で撮影してたから、まああれですけども、それにしてもひどすぎたよね前回の動画。本当にごめんねみんな。やっぱ移動マジでやばかった。はい、ということで皆さん本当に今回は、申し訳ございませんでしたが、これからまたねどんどん動画上げていくのでよろしくお願いします。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ピースアウト。